乃木坂46の佐藤楓と岩本蓮加が17日、ショールームの番組、猫舌ショールーム、乃木坂46にゃんばから1、毎週水曜19時、に出演。佐藤が、サーティースシングル、好きというのはロックだぜ、8月31日発売、のパフォーマンスの注目ポイントについて語った。佐藤楓、新曲パフォーマンスの注目ポイント、明かす。現在、真夏の全国ツアー2022を開催中の乃木坂46。これまで開催した公演での思い出を聞かれると佐藤は、好きロックの足。と回答し、同公演で披露している、好きというのはロックだぜ、のイントロの、足をへそくらいまで上げる、振り付けで、山下美月が、すごい足を上げてて、一人だけチアしてる、ことが面白いと明かした。佐藤は、毎公演後まずそれを見て止めてスクショして、山下に送ったり蓮加に送ったり、しているといい、岩本は、マジで面白いし、直前に足の話してると山下がそのことでいっぱいいっぱいになっちゃって、他の振り間違えちゃうの。ある、蓮加が変なこと言っちゃったから本番で変な動きしてて申し訳ないなと思いつつも、もう面白くて面白くて、と山下の振りについて語った。視聴者からは、これから注目しておきます。水木さすが、笑、仲の良さが伝わってくる、など多くの反響が寄せられている。